ナイピじゃない高梨、ナイピ。打たれちゃダメだろ。守備で足引っ張るのやめて。綺麗な本当に。もう、ダメだ。やっぱり弱いです最弱チーム。てかよしのぶらいぼこれよほだせん。制服祭がアウト。クワはラニドホームアウト草。涙のリクエース。三浦リクエスト消滅なるか。スライディングうまいやつならセーフ。いやアウトじゃねえか。てか高梨の変化球浮気すぎ。普通に打たれすぎだよ。高津続投。ヤクルトらしい試合運び再開にふさわしい。高津これでも監督続ける気か？厳密に取れていたらセーフっぽいけど、あの映像で覆るとは思わなかった。負けでいいからオースティンにヒット打たせなきゃいいのにアホだよな。昨日もだけどオスナの走塁ミスで流れが悪くなる。今日は普通に高梨の投げてる球が悪い。高梨、一気に源ドラ要因ポイント獲得。高津、5失点するまでは投げさす。はぁ、はいはい、飛翔は義務ですからね笑い。高梨平常運転。高梨も良い状態長続きしないんだよな。高梨、お子さんが物心つくまで持たないな。いつもの見慣れた高梨。良い当たりがめちゃ多いな。だから高梨はもうダメだって言ってだろうが。ご視聴ありがとうございました。